つむぎこと小手川幸也です。今回は、台東さんの、名作エレベーターアクションをやってみたいと思います。このゲームね、ファミコン版と、アーケード版、つまりゲームセンター版の両方ありまして、どちらも好きでした。ちょっと少しね、内容がまあ内容とか操作性かなが違ったと思うんですけども、やってみたいと思います。このなんかオープニングというかね、スタートの感じがかっこいいですよね、これ。敵をまた倒す方法というのが確か2つあって、1つはね、このように銃で、こうやって殺す、倒していく感じなんですけどね。はい。今ちょっと、夜というか暗くしてましたね、電灯割って。はい。電灯を頭に当てたりとかっていう感じでも倒せるということでね。そして、この赤い扉ですね。赤い扉でなんか資料のようなものを取るということでね。多分この彼の設定というのはスパイなんですね。このエレベーターにちゃんとうまく乗っていかないといけないというのでね。自分が乗るとこう操作できるんですね、確か。こうやってしゃがんで避けたりもできます。そしてまたここの、これも取っておきますね。扉に。危ない。こうやってジャンプでもこうやって倒せますよね。でこうやって下敷きにするっていうこともできるんですよね。さすがに1面目なので死なずに行きたいと思うんですけども、なかなか敵の弾が速いので先読みして動かないとやられてしまいますよね。そしてまたこうやってちょっとね、おお、ここで分けて、うわこんなしゃがん、あんな技使ってきたっけな。ちょっとびっくりしました。今エレベーター挟みたいですね。よし、やっぱ久しぶりにするとちょっと下手になってますよね。よしよし、ここでまたね、この資料を取ってこれ上に乗っていきましょうか。今度よしよし、自分が乗ると動かせるんですね。先に言いましたけどエレベーターは。そしてだいぶ進んできましたね。危ない。そしてまた今これが9階かな。よしよし、もうあと少しですね。ここはちょっと慎重に行きたいですね。かっこよく決めたいですね、ここは。エレベーターアクション、本当にこうエレベーターに乗ってずっとね、話が進んでいくというか、ここでね、エレベーターに挟まれないように気をつけないで。よしよし、来た。おーっと、無事にクリアしました、一発。あ、一回死にましたね。よーし。ということで、終わりまーす。なかなか懐かしいな、これ。